皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、ワロトシーロです。もう6月も中旬に入ってきて、だいぶ暑くなってきたよね。この部屋はまだこう風通しがいいんですよ。ただこっちの部屋とあっちの部屋こうつなげてるんですけど、風あっちは抜けるけどこっちは熱が溜まるっていう仕組みで、もうそろそろみんな扇風機出したりとかいろいろしてると思うんですけど、風通しの良さを生かしてもっとこうね、こう空気の循環をしたいなと思って、めっちゃ暑いよ今日なんかも。ちなみに今のこの部屋の気温は30度、これはどこまで正確か分からんけどね、30度で湿度 63%、 快適ってなってるけど、せっかくねこっちの部屋は涼しいんですよ。まだ風通しがいいから、その風をこっちに持ってくるために今日買ったのは、はい、こちらアイリスオーヤマの強力コンパクトサーキュレーター静音ということで、このねサーキュレーターを買ってみたので、今日はそれを試してみたいと思います。これかわいいぞ。じゃーん。はい、こちらアイリスオーヤマのコンパクトサーキュレーター、かわいい。でそもそもサーキュレーターって何やねんっていう話なんですけど、こう扇風機とよくこう扇風機代わりにサーキュレーターを使う人もいるみたいですけども、そもそもその使い方が違って、扇風機は人の体に直接風を当てて涼むためのもので、サーキュレーターは空気の循環を目的としてるんで風の種類が違うよね。だから扇風機は風がこう放射状に出てこう涼しくしてくれるものであって、これは空気の循環用なので、この風がドワンってこう来るわけですよ。サーキュレーターはこう螺旋状にまっすぐ強力な風を送り込むというものがサーキュレーターです。だからこれも扇風機代わりにもちろん使っても大丈夫なんやけど、風が強いもんで、なんかそんなうわ涼しいわっていうこうふわっとした風は全然来ないわけです。だから、こっちの方が回してて音がでかいとかそういう問題もあるみたいですけども、今回の僕の場合は風通しのいい部屋のこの風をちょっとでもこっちに回していきたいという目的なので、サーキュレーターがぴったりだと思ってこれにしました。でこの、今回買ったこのアイリスオーヤマのサーキュレーターは、首振りが左右にだけします。上下にするやつもあるんですけど、こう手動で上下には手動ではできるし、あんま自動でこう上下にすることって今んとこないかなと思ってこのモデルにしました。リモコンがついてタイマーとか風量とかこれで調整ができます。暑いな。とにかくでもちょっとサーキュレーター自体俺初体験なので早速つけてみましょう。今この30度あるこの室温がどこまで下がるかっていうのも結構ポイントよね。リモコンでいきます。じゃあここから中おお、結構強力で、今日おお我々はうち、誰が考えたんかなこのセリフ。結構音がすごいね今日で。リズムっていうボタンがあります。リズムのこれも強中静音とあるんで、まず静音。はい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 。回してはちょっと止まり。はい、ここからが本題ですよ。で今29度のこの部屋ね、こっちの部屋がうまいこと向こうの風をキャッチしてこいつが送り込めるのかどうか、28ぐらいになったら素敵やけどね。設置してみましょう。まずあったかい温度、あったかい空気っていうのは上に溜まります。冷たい空気は下に溜まるんで、この冷たい冷気を拡散したい、循環させたい時はサーキュレーターを下にセットするといいみたいです。はい、設置しました。あそこにいます。とりあえず目的的にはあそこのね風が吹いてます、その風をキャッチしますで、こっちに送り込みたい、回したいなので、今部屋の温度は29度。でも今日でいきます。おお、ちょっと回してこのまま待ってみます。なんせ今こっち空気が全然回ってない状態で29度なので、これがちょっとでも動いたら感動すんねんけどアイリスオーヤマのサーキュレーターが回ってるある部屋、雨の日でもこれ夜暑いからって言って今日にしとくと結構うるさいな。あ、来てる。28度になった。あれ、もうちょいもうちょいもうちょい。効果あるな。あ、29に戻った。何これ。はい、というわけで、一応1度は下がったから効果あるんちゃうかな。まあ、体感なんでこういうのは。今数分回してみて分かったのは、ごっつい換気扇って感じよね。換気扇だからキッチンで熱がこもって換気扇回したらこうさっぱりするみたいな感じに近いかな。もちろんこの前に立つと冷たいし、あ、涼しいわってなるんやけど、扇風機ほどのこうふんわり感はなくて、あ、回ってんな、風出てますよみたいな、そんな感じで、風量も静音つまり弱やね。静音中強ってあるけども、静音はもうほんまになんか回ってんなぐらいので、中、はい、回ってますよ。で、今日は、いやいや、回してますって感じ。ちょっとね、寝る時とかに使うにはうるさいかもしれません。こうやって上向けれんのもいいよね。だから、あ、気持ちいい。これもね、ようできてて、ここの上のね、ここだけ回ります。回転の音は静か。静かです。まあ、あと今、梅雨なんで、洗濯とかさ、外に干せなかったりするのを、まあ、こういう感じでね。洗濯物にこう下からめがけて風をこう当てるっていうのもいいみたいですよ。まあ見た目が可愛い。とにかく6月ね、暑くなってきたから、6月7月ちょっとこれをね、サーキュレーターを使ってうまいことこう量をうまいこと獲得できる。使ってみてまたなんか気になることがあったらまた動画にしたいと思います。というわけで、バロトシェフでした。バイバイ。